密保護後の問題点、男性女性関係ありませんが、とりわけ女性はこれ冗談じゃないということで大きく反対ということを言っていきたいと思っています。でスケジュールの関係で申し訳ないんですが、田村智子さん、まずお願いいたします。はい、どうもお集まりいただいた皆さん、こんにちは。緊急の呼びかけにもかかわらず本当に大勢の方にお集まりいただいて嬉しいです。日本共産党の参議院議員の田村智子です。私もですね、この秘密保護法案、廃案しかないと一部でですね、ありがとうございます、修正協議ということが一部議員の間で行われているんですけれども、そんな水面下で修正を行ってですね、通していいような法案ではないっていうことを明らかにしていかなければならないと思ってます。よく外交の問題、安全保障の問題、それは確かに秘密にしなきゃいけない事項があるでしょっていう方もいらっしゃるんですが、今だってたくさん秘密にされているんです。私たちの党の議員がですね、赤嶺議員が質問したときに、そもそもこの法案作るときに各省庁から意見を取っていると、それぞれの省庁がどのような意見を述べたのかが資料になってるはずだ、出しなさいと言ったら省庁の名前以下全部ですね、省庁の名前だけ分かるんです。あとは全部黒く塗られて、どういう意見を受けて作られた法案かってことも今でも黒塗りなんです。で私の事務所にも積みますとね、約20センチにわたる黒塗り資料というのがあるんですけれども、これ防衛省に昨年要求して陸上自衛隊の教育訓練内容について教えてほしいと、都内でレンジャー訓練という迷彩服を着て銃を弾丸は抜いてましたけど担いで顔も緑に塗って行進するって訓練やったものですから、何の目的でそんな訓練やるのか説明のために資料持ってこいって求めましたら、この積んで約20センチの資料の8割以上が真っ黒に塗られた資料だったと、よくもまあこんだけ黒く塗ったなと、コピーのトナーがもったいないなと思えるような資料を今だって出してくるわけですね、省庁の勝手な判断で。で私恐ろしいのは、この法案通ったら何が秘密かわからないということは、こういう資料も出てこない、黒く塗っちゃったら何が秘密にされたかがわかるので、今度私たちが資料要求する、国会で追及する、そうすればそういう資料があるかどうかの答弁は差し控えさせていただきます、その答弁は差し控えさせていただきますっていうことが次から次へと起こってくるんじゃないのか、私そのこと本当に危惧しています。これまで黒塗りの資料っていうのは裁判に訴えて情報開示させた例もいっぱいあるんですね。それは秘密でしていくことが不当であるっていう判断ができたから。でも何が秘密かわからなかったら、それが大臣の勝手な判断で期間もどんどん延長されていけば、不当であるかどうかの検証さえもできない、まさに国民からですね、都合の悪い情報は勝手な判断で、提示することを許さなくとなるという、これは日本の社会を、民主主義をですね、根本から崩す本当に恐ろしい法案だと思っています。ぜひですね、今後とも超党派での運動も本当に広げていってですね、修正協議ではないと、廃案だという、このことで皆さんと一緒に世論を広げていきたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございます。田村智子さんです。で、土井かなえさんは、土井さんと、それからごめんなさい、小宮山靖子さん、何時に出なくちゃいけないんでしたっけ？わかりました。じゃあ土井かなえさん、弁護士の土井かなえさんです。お願いします。機会いただきましてどうもありがとうございます。国際 NGO のヒューマンライツワッチという、NGO をやっております、弁護士の土井と申します。この法案、私ども国際的な NGO ですけれども、私ども の観点からしましても、その国際的な流れからしましても、大きな問題がある、法案ではないかというふうに思っております。昨今、アメリカのスノーデンさんという元 NSA の職員の方が、アメリカの NSA がやっております、盗聴を含め、E メールなどの監視の情報を暴露したということで、今、懲役10年まで、課し得るですね、スパイ法という法律で罪を問われております。でそのスノーデンさんの方からですね、私どもの NGO の方に、ロシアの空港に足止めされていたんですけれども、
また助けてほしいというようなメールが入りまして、私どものロシアのスタッフの方が空港に会いに行ったりした経緯もございます。いずれにしましても、スノーデン氏ですとか、あるいは同じように罪に問われています、イラク戦争中の人権侵害を告発しましたマニング上等兵という兵士もウィキリークスにですね、情報を流したりしました。いずれにしましても、このような事案でも、このような事案のように、重大な人権侵害を、秘密にされているがために、内部告発という形で、告発をした人たちが、罪に問われたりしている現状というのはアメリカでもございます。これ我々にとっても重大な問題だと感じまして、アメリカの政府にさまざま秘密をなるだけ最小限にすることですとか、公益のために通報した場合にはですね、非常に秘密を暴露したという、この秘密をなるだけ限定的に返することですとか、さまざま制限してきているんですけれども、これが同じようなことが日本でも起こりうるような法案なのではないかというふうに考えて非常に危惧しています。10年というのは他の民主主義国家と比べましてもアメリカの場合非常に重いということで問題にしてきたんですけれども、日本でも同じようにも10年ということになるということで、内部通報者の保護の法制もありますけれども、非常に内部通報をしにくいという問題ですとか、非常にそれが厳しく返されているということもありますので、今回10年になるということと合わせもちまして、さらに公益のための内部通報をする方々のですね、人権の保護というものも難しくなるのかなというふうに思っております。その他さまざまな知る権利を含めですね、問題にあると思いますが、ちょっと私の方からは少し国際的な方面からということだけ、発言させていただければと思いました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。弁護士でヒューマンライツウォッチ日本支社長ですよね、の、土井かなえ弁護士からの発言でした。ありがとうございます。では次に、生活の党の小宮山康子先生、では康子さんお願いいたします。はい、生活の党国対委員長しております衆議院議員小宮山康子でございます。この法案当初から私ども小沢代表も含め反対をさせていただいております。それはやはり知る権利が奪われてしまう、これは民主主義の基本的な問題でもあります。また日本ではそれでは今ですら知る権利がきちんとできているのかといえば、それはできていないんだと思っております。それは私自身が外務委員会の筆頭理事をさせていただいたときに、その時に西山元記者さんを参考人として来ていただきました。その時にはなぜ呼んだかといえば、アメリカの公文書館できちんと情報が公開され、日本がずっと否定をしてきた密約の問題、これが裏付けが取れたということがきっかけでもありましたし、また彼の持っていた手帳の問題とございましたので開くことになりました。いまだに日本政府はその事実というものを認めているわけでもございませんし、それに関する資料を公式に出しているものでもございません。こうやって考えますと、本当にこの戦時中というわけではないんですが、戦後起こったことで今ですら国民の知る権利というのがきちんとまだ守られていない、公文書などもきちんと、原則公開であり、そしてその中で重要なものに関しては、一定期間縛ることはできる、でも最終的にはちゃんと公開されるんだという、そういった原則がなければならないんだと思っております。そういう中においてもこのツワネ原則が出てきたことにも大変私どもしっかりとこれに関しては真摯に受け止めなければならないというふうに思っておりますし、しかしその中で今国会の中の流れとしては、本当にさっさと上げたい、多くの国民がこの現実や不安感というものを持つ前に上げてしまって、都合の悪いことはしっかりとさらに確実に隠せるようにしようと今の政府はしようとしているのではないかというふうに考えております。しっかり多くの方に声を上げていただくこと、そして民主主義です。やはりきちんと権利は自分たちで自らやはり動き声を上げ獲得をしていきたい、そのためにぜひ女性の多くの声を上げていただきたい、そのことをお伝えさせていただきまして、意見等させていただきたいと思います。しっかり廃案向けて頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。生活の党の小宮山康子さんです。そしたらですね、次に経済ジャーナリストの、荻原博子さんにお願いいたします。はい、
私も取材という仕事をしているの でこの取材という仕事はいいことも悪いことも知らなければ客観的に物事が言えないんですよね。ところが今回の、法案では悪いことはみんな闇から闇に隠されてしまって表面的になんかどうでもいいことが出てくるような、私はそういうニュアンスをすごく持っています。それで、その集団的自衛権とかそういうものと一緒にこうなっていくと一体日本は行く先どうなっていくんだろう。からあと例えば今 TPP の問題ありますよね。 TPP も実はその TPP は情報は外に漏らせないからって言っていうことで、まあどうなってるのかわからないまんま今進んでるんですが、で皆さんそのじゃあどっから情報を取ってくるのっていうと、情報がちゃんと出てくる海外から取ってくるわけですよね。で国内からはそういう情報がちゃんとオープンにはされないと。でこういう状況って非常にその取材をする身にとっては、とても辛いことであって、でそういうことが進んでいくとどういうことになるのかっていうと、マスコミとかそれからまあ私たちのような仕事ってのはチェック機能っていうことが一番大切なんですよね。ですから私まあ、確かに政府からすればうるさいなってことになるかもしれないけれども、民主主義というのはいろんな人がいろんな意見を言って、でうるさいと言われようが何と言われようがちゃんとそのチェック機能、マスコミとかそういうところが果たしていく。でもその機能を果たせなくなってしまう。でもしこれが例えばたまさかね20年経ったら公開されるとか30年経ったら公開されるっていうものだったら、その実際の当事者たちにも緊張感があるはずなんですよ。だから今こんなことをしてしまったら後世の人に何と言われるかわからない。でもその後世の人に何と言われるかわからないという緊張感は今回のあれではなくなっちゃってるわけですよね。でしかも裁判所みたいな第三機関みたいなところがそれを判断するということさえもないわけですね。そうなると本当に闇から闇で、為政者の思うように全部ことが進んでいくと、そうするとなんか、そんなオーバーなって思うかもしれませんけど、私たちは昔戦争というのに突入してたわけですよね。その時国民は何も知らされなかった。そういうことだって、まあそんなことありえないっていう方も多いかもしれませんけども、それありえないことではないと。やっぱりちっちゃいやっぱりアリの一徹じゃないけれども、こういうところからちゃんと情報公開、これ民主主義の根幹ですよね。だから情報公開してで知らしめるものは知らしめて、でそこで議論が巻き起こるんだったらその議論に打ち勝つぐらいの政策を立てていくっていうことがやっぱり本筋だと思うので、まあ、ここは本当に皆さん、まあ、今圧倒的多数になっちゃってますけど、でもやっぱり私たちマスコミとしては頑張らなきゃいけないところだと思ってます。よろしくお願いします。経済ジャーナリストの小原博子さんでした。じゃあ右から行くか左から行くかですが、じゃあ早く帰らなくちゃいけない方いらっしゃいます、いいですか。そしたら藤原真由美さん、今日日弁連会長が千葉の原則で記者会見もされているので、こっちから8個でいいですか。お願いいたします。藤原真由美弁護士です。日本弁護士連合会の秘密保護法制対策本部の事務局次長を務めております弁護士の藤原真由美と申します。日弁連は、皆さんご承知と思いますけれども、ちょうど2年前に、秘密保護法制に関する有識者の報告書というのが、民主党政権の下で出されました。その時からずっと一貫して、2年以上にわたって、反対運動を続けてきております。で最近は、今年の9月12日それから10月23日25日と、ずっとこう法案の概要が発表されたり法案が発表されたりするたびに反対の意見書それから会長声明というのを、発表させていただいております。この問題点については会長声明等々を読んでいただければ、また今皆さん口々に訴えておられましたけれども、やはりそのこの法案の中心になっている秘密の指定ということ、これが一番大きな問題ですけれども、その政府が国民に知られたくない情報を勝手に秘密にできるというこのシステムがもう根本的に問題であるということで、もろもろいろんな問題が法律家の目から見ればありますけれども、やっぱりその秘密を保護するというこのシステム自体に大きな欠陥があると
ということを、主張をしてきました。そしてその主張は随分皆さんの中にお分かりいただけてるかなというふうに思います。そして今日ちょうど今日ですね、お手元に配布させていただいているみたいですけども、特定秘密保護法案に反対し、スワネ原則に即して秘密法制の在り方を全面的に再検討すること、修正ではなく全面的に再検討ですね、することを求める会長声明というのを発表いたしました。私たちもこのツワネ原則というのを今年の6月に南アフリカの首都のツワネで、策定された原則、国際的な原則なんですけれども、これつい最近まで知りませんでした。それでこの度これを知ることができまして、このやはり、日本というのも、地球の中の一つの国ですから、国際的な基準というのがどうなってるかということをちゃんと踏まえて法制度を、作っていかなければやはり恥ずかしい、人権に基づくということになるわけですね。でこのいつもよりも長めの会長声明なんですが、いつも会長声明って A4 1枚にまとめるんですけど、今回は3枚になっております。3枚です、2枚ですね、2枚になっていますね、はい。これ長めなのはやっぱり国際的な基準に照らして今回の法律がいかにおかしいかということを述べさせていただくと長めになってしまうということなんですけども、発想が全く違うということがやっぱり私たちにとっても衝撃的でした。このツワネ原則というのはこの縦1のところに書いてありますけども、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有している、まあ、これは知る権利っていうことですよね、皆さん知っておられるけれども、その権利を制限する正当性を証明するのが政府の責務であるということなんですね。だからなぜ秘密にしなければならないかっていうことは、政府がちゃんと国民に納得できるように説明をしなければならないということなんですね。この間の国会での審議を聞いていても、これ説明してますか、国は全く説明してるとは思えないですよね。説明してるのは私どもと同じ日米連の森さんなんですけどね。で、ツワネ原則の中にはこの2のところに書いてあるんですけど、例えば大量破壊兵器の保有、それから環境破壊など政府が秘密にしてはならない情報が列挙されているんですね。つまり、秘密にできるということではなくて、国は、国民主権ですから、で国民の人権を守らなければならない義務を国は負っていますから、その義務から考えて国民の生活や権利や命や暮らしにかかる基本的な情報というのを公開しなければならない、何を秘密にしてはならないかということをまず決めなさいというんですね。政府はこれ何て言いましたか、国民に知る権利があるなら国には知らせない権利があるって言ったんですね。国にそんな権利ないですよ。これね、もう法律の勉強を一からやり直してほしいと思う。それぐらいもう基本的なことです。だから国際原則っていうのは秘密にしちゃならないということを法律上ちゃんと規定して国民の権利を守れって、こういう発想なんですよね。そこからして全く発想が違っているということを強調しておきたいと思います。それから3番目に書いてあるツワネ原則の16ですけど、情報は必要な機関にのみ限定して秘密指定されるべきであり、政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきである。いつ開示されるかということをちゃんと決めなさいっていうわけですね。どの国でも先進国と言われる国は情報はいつか開示されるということになっています。ところが日本はなっていません。いつまでも秘密にできるし、勝手に国民が知らない間に廃棄することができるんですね。これは公文書管理法という法律があって、公文書をどういうふうに管理しなければならないかということが書いてある法律なんですけども、
防衛秘密に関しては公文書管理法の適用除外になっているんですよ。つまり、どういうふうに管理し、いつ公開するか、でいつ廃棄、どういうふうに廃棄するかっていうことを、法律の縛りがないんです。防衛情報に関してはね、そういう、公文書の管理に関する法律の全面改正というのもしなければならない。情報公開法を直すことと公文書の管理についての法律を全面改正する、そういうことを先にやらなきゃいけないというのが国際的な、一般原則であるということを、強調しておきたいと思います。それから4番目のスワネ原則17、もしちょっとだけ、はい、じゃあもう1点だけ。市民が秘密解除を請求するための手続きが明確に定められるべきである。これも今の法律と真逆ですよね。こういうその国際原則と真逆の法律というのは絶対に通してはいけないということで、一弁連は一夜奮闘しておりますので、皆さん一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。西山さん、どうもありがとうございます。チワネ原則は68ページの英文なんですが、日弁連が翻訳中で今週中にでもできるというか、アップされるというふうにも聞いておりますので、ぜひチワネ原則アップして、またあれコンパクトにこの会長声明がまとめていますので、ぜひチワネ原則に反して、国際数字に反しているので白紙撤回してやるべきだということを、まあ、一つの共通認識にしていきたいというふうに思っています。で、辻本さん、はい、時間は大丈夫ですか？今ね、委員会やってて抜けてきて、あ、分かりました。じゃあ来週の動きが、はい、さっき決まったので、はい、ちょっと報告しようと思って、じゃあ、はい、じゃあお願いします。皆さんお疲れ様です。辻本です。今衆議院の方でこの特別委員会、今日も5時まで、ということでちょっと抜けてきましたけれども、今のところ決まったのが、来週月曜日は、委員会なしと、なんとかなしにさせると、一日でも長くとにかく徹底的に審議をさせたいのでですね、それで火曜日は参考人をやるというようなことがほぼ今決まりつつあるということです。それで火曜日参考人の後、3時間、まあ後か前に3時間の審議をしたいと与党は言ってるようですけれども、まだこれは決まってません。で、先週の話だとですね、21日にも衆議院を採決したいみたいな動きもかなり、与党の側からありましたけれども、まあ、この点はそれぞれ、野党の主張が違うところがありますが、とにかく審議は長くと、一日でも長くと、で長くして、まあ、廃案にとにかく持っていく、またはですね、もう押し切られて継続となったとしても、その間に運動をですね展開する時間ができますので、とにかく衆議院の今の役割は一日でも、引っ張るということだと、何でしょうか、いいですか、大丈夫思ってますので、今また終わったら、5時終わったらですね、理事同士で、やり合いになるかと思いますが、まあ、その辺まで決まっているということを報告に来ました。以上です。頑張りましょう。どうもありがとうございます。衆議院は秘密保護法、NSC 法を可決して、参議院で今、NSC 法を特別委員会で審議すると、連日特別委員会、私はその特別委員会のメンバーなんですが、衆議院は今、秘密保護法をやっていると、で私たちもあんまり予定入れたくないんですが、そうすると衆議院でやることになるというか、まあ だから月曜日は5時間、NSC 法を参議院でやると、まあ、そこで秘密保護法のことも聞いてますが、で、という。こうなんていうか両方進んでいるので、両方しなんかやっぱり徹底審議、こっちに大臣を持っていったらこっちは開けないから伸びるんだけど向こうが進むという、ただ森大臣は
消費者担当大臣でもあるので消費者特別委員会でもしっかり審議を集団訴訟の審議をしようと思っています。でも一つは衆議院で秘密保護法案の審議を徹底やってとにかく可決しないように参議院でもしっかりでとにかく今国会で成立をさせないで廃案になればもう一回私たちはこの法案おかしい白紙撤回しろということができるので、とにかく今風雲急を告げている中で衆参あるいは国会の内外で力を合わせて頑張ろうというところです。20日21日が危ないので21日は日比谷の山はありますが、その前にですね、4時から5時まで院内集会、これ立憲フォーラム主催で私たちやりますが、院内で集会をしようと、4時から 5時です。場所はまた当日第二議会館だったと思いますが、それでもしもですね21日に強行採決みたいなことになるならば5時頃が一番危ないので、4時から5時まで集会してその後ですね外でですねやめろっていうのでやっぱりちょっと結集してた方がいいかなと思いまして、21日の4時から5時立憲フォーラム主催で院内集会を江川翔子さん来ていただいて話も聞きながら設定をしてますので、よろしければぜひお越しください。じゃあちょっと戻ります。はい、ありがとうございます。では、次に原子力資料情報室の、沢井雅子さん、原発の情報が出なくなると今までも出なかったですけれども、よろしくお願いします。こんにちは、原子力資料情報室の沢井と申します。いろいろな全体的なお話は先生方にお任せして、原子力に限って言えばどうなるのかということを、現状とですね、これから将来をお話したいと思います。で例えば今福島の第一原発4号機の核燃料プール、もう皆さん大変ご心配になっていると思います。大量の燃料が入っていてですね、その移送がどうなるのかということが問題なんです。それに対して東京電力は例えばなんですが、こういうですね、燃料プールの図です。これ瓦礫がどんなふうにあるのかという図をですね出しておりまして、で随分掃除しましたよとか、まだこの辺にはありますよなんていう図は出しています。ところがですね、この下にある燃料プール、どんなものがどこにどう入っているのかというのはですね、東京電力は一切今までもう2年以上公表しておりません。出ておりません。ところ東京電力が出しているので表でですね、何体入っている、それから、核燃料の種類 9×9 とか 8×8 とかそういうものがですね何体入ってますよっていう表は出していて、図はこういうものが出ています。ところが実はですね、今私たちのネット上でこれが見られるので、これは私は捕まらないので出してしまうんですけど、実はですねこれちょっとざっくり見ていただくと、同じ4号機のプールなんですけど、これはただ瓦礫の表で、その下に核燃料が並んでるよというです。これはですね、なんと燃料の燃焼度別に全て高い赤いのから低いのまで、新燃料このブルーです、ここにあって、皆さん見えないと思いますが、使っている燃料がここにあるんだ、そしてこの赤いのが一番高い発熱出したばっかりの燃料だよというものはですね、実はもう2011年の秋にはですね、ネット上に出ています。これは、アメリカ のエネルギー省 DOE から NRC 原子力規制委員会に提出されておりまして、その論文が堂々出ています。で、私たちはですねこれをアメリカに出したの誰、まずと日本人には公表されていません。なのにどうしてこれがアメリカの DOE や NRC に行っていて、向こうで熱量の計算、水素の発生量の計算がどうしてできるの、出したのはもちろんこの情報を持っているのは東京電力だけです。で事故当時です。だから東京電力は日本国民には出さず、なんと多分、役所の経由だと思いますけど、アメリカから要求されたかと思いますが、
この表をですね、4号機の燃料プールのですね、燃料配置図、熱量すべてが表記されたものをですね、アメリカには差し出していて、逆に NRC が公開してるんですよ。皆さん書いたらネットで探せますので見てください。だから私がまず最初にお話したいのはですね、このこういう法律、今まだ密保護法できていませんが、この現状です。日本国民には知らしめずというのがですね、もう原子力の原則です。基本的なみんなが一番心配している4号機の燃料どうなってるのを教えないんですよ。でアメリカには出すんですよ。でこれがネット上に出ているので、私は東電にしつこくですね、もうネットに出ているんだから東電から出してくださいよって何回も言ってるけど、出しません出しません一切。そういうこの情報の出し方、誰から隠すのか、そして隠した後ですね、結局あの村の中ではですね、こうやってアメリカでもどこでも世界中に必要な人にはいくらだって出すんですよ。ただ国民には教えないよ、そういう現状があります。その上にこれからこの機密保護法ができるということをまず押さえてほしい。そしてもう一つ、その多くの原子力の場合ですね、テロ対策というふうに言われております。で皆さん、あのニューヨークの同時爆発テロのことを思い出してください。あのセプタイレブセプテあの、はい、9月11日です。あの時あったことはね、何かというとですね、アメリカの原子力規制委員会、今の日本でいう規制庁ですけど、あのサイトが瞬間的に閉鎖されました。完全にブロックです。もう誰もアクセスできないようになりました。そして約2週間ぐらいですね、全く原子力情報が別にそのテロと関係ないと思われるようなものまで全てですね、もう NRC 閉鎖なんです。そして多分ですね、電力会社によっては NRC は国の情報としてブロックしてしまうわけですけど、電力会社の方もですね、もう自主的に止めてしまった、もうずっとファイルをですね、もう全部下ろしてしまう、そういうことが実際に起こっております。ですから例えばですね、これから何か、例えば北朝鮮の動きがちょっとおかしいよ、でも規制庁のホームページ閉鎖ですよ、もう何にも出さない、いろいろな理由をつけてですね、そんなことが簡単にできる、それがこの法律だと思っています。ですから今でも、まあ、知らしめずという原子力の原則がですね、完全にこれからはですね、もう何も知らせない、誰にも教えない、そういうことがまあ、簡単にできるような法律が用意されている。でこれが怖いのは、例えば、まあ、瓦礫の撤去に至ってもですね、私たちが安全性を確認したい、東京電力がきちんと仕事を作業しているのか、安全な方法を考えているのか、そういうことを市民がチェックしたいと思ってもですね、もう全くそんなことはさせないよ、もう議員にだってできないよ、そういう社会が用意されていると思っています。皆さんとともに廃案まで頑張りたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。まあ、スピーディーは3月11日の3日後米軍に渡るが、日本には22日に私国会で質問して、次の日に一部出るだけで出ないと。で今回の秘密保護法案では、外国政府に秘密を提供できると書いてあるんです。しかし日本国民と国会議員には知らせないわけだから、一体誰に提供して誰から隠すのか、今沢井さんが言ってくださったことと、まあ、本当に共通するというふうに思います。では雨宮かりんさん、お願いいたします。よろしくお願いします。山宮かりんです。いや今日来て、本当に今まで皆さんの話聞いて、いろんな方面から、私の全然知らなかった角度からのお話も聞いて、とっても、来てよかったと思ってます。でも私自身は自分が、まあ、文筆業で、まあ、なんか肩書き的にはよく活動家で何でも反対してる人みたいに呼ばれることが多いので、物書きだってあんまり分かってない人も多いかもしれないんですけれども、生計を立ててるのは文筆業なので、で、まあ、私の書き方自体が、取材の仕方自体が、あまり中立とかそういうことを一切考えずに、運動の中に入っていって、その中で取材をして、それで執筆するっていうことをずっとやっているので、なんかこの、法案とかを見たら、特定有害活動とか、なんか自分がやってる活動全部それに持ってかれちゃうんじゃないかという、本当にだから活動家、しかも活動しながら書いてるとか、だからどっちもなんですね。いろんな運動も
本当に運動をやる根拠というか根幹を崩すものであるし、取材の自由、報道の自由、表現の自由っていうものも切り崩されるものだし、しかもどこに地雷が埋まってるのか、自分のようなフリーの立場の、まあ、フリーじゃなくてもそうかもしれないんですけど、どこに地雷があって何が秘密で何がその、自分の身を危険にさらすというか、これをやっちゃいけないぞっていうことの根拠になるのかだとか、それもわからないので、本当にこれはあらゆる立場の人がなんか萎縮してしまうし、自主規制をしてしまうし、すごく疑心暗鬼になってしまうし、いろんな、情報が、まあ、今でさえ情報が公開されているとは全く言えないのに、まあ、秘密にしますよっていうのは本当にとんでもない話で、まあ、そういういろんな原発の問題だとか、町も原発の運動だとか貧困の運動だとかいろいろ関わっているわけですけれども、そういった、まあ、確定としても本当に大問題だと思うので、あと、まあ、本当自分の問題ですね。これほどだからなんか捕まっちゃうんじゃないかとか、そういうような、私北朝鮮に5回行ってるんですけど、ガサリ入ってるんですね。それも根拠ないじゃないですか。北朝鮮に 5回行ったらガサリ入るって、だからそういう根拠がないことの被害も受けてるのに、なんかこういう今まで通りの活動をしていて大丈夫なのかっていうのは、とっても個人的にもとっても心配で、何かあったら助けていただきたいという思いもあって、ぜひよろしくお願いしますということで、私のためにも、全ての運動のためにも、全ての表現と報道とか知る権利のためにも、この法案は絶対に阻止しなければいけないと思っていますので、皆さん頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。これ共謀で成立しますから、私と天宮かりんさんがこの特定秘密と思われるものは暴かなくちゃいけないって言って逮捕されて、なんで逮捕されたんだろうと、裁判になっても秘密が明らかにならないと法廷で大変なことになるので、あなたも私も逮捕される、この法案反対していきましょう。じゃあ次に木村由衣さん、原発反原発でずっと頑張ってきている人です。こんにちは。東電株主代表訴訟の木村由衣と申します。こちらの案内の方に代表ではなくて集団って書いてあるので、ちょっと直していただければと思います。沢井さんが先ほど原発の、まあ、今4号機のことをちょっとお話になったので、この前ですね、東電の友の会があって、本来ならば4号機のですね、燃料を移送するときはやっぱり住民を避難させてするくらいのやはり慎重さが必要だと思うんですね。ところが、まあ、東電の説明ですと、キャスクという容器に、まあ、21本から22本入れるわけですけれども、それをキャスクをプールに入れるときは一応住民にはお知らせします。ところが燃料棒を、そのキャスクに入れたり移動して下に下ろしたりするときには、核燃料の移送になるので、住民には知らせませんと、そういうことを言ってるわけですね。で、今でももうそういうふうに非常に細かくですね、原発についてはその、まあ、核燃料の移送とか、そういうものについてはもう非常に細かいその取り決めがあるわけですよね、日米間の。そういうものでありながら、また なおかつですね、これにさらにまた上乗せをして全てを秘密にしていくっていうのは本当に許せないなっていうふうに思います。で、私たちも今まあ、株主、東電に対してですね、その、テレビ録画会議であるとかですね、まあ、訴訟の中でいろんなものを情報公開をさせていっているんですけれども、取締役の会議のですね、議事録なんかは今もう真っ白なんですね。黒塗りがもう完全にその非常に、世間にですね、非常にみっともないと思っているのか、東電は今白抜きで出してきます、はい、まあ、インクは、ね、もったいないと思っているのか経費節減にしているのかよく分かりませんけれども、そういう状況の中でまたさらなる上乗せの秘密法はいらないというふうに思います。で、しかもですね、やはり情報というのはもともと国民のものなんですよね。ですから今私たちは情報を全て、国の情報全部一人一人が持ってたらしんどいから一旦国に預けてあるだけなので、もともと官僚のものでも何でもないわけですよね。国民のもので預けてあるだけなんですから、いつでも私たちが知りたいと思ったら開示すべきことだと思っています。そこをやはり官僚は履き違えているかなっていうふうに思いますし、今 その自民党や公明党が急いでですね、国民が知らないうちにさっさと成立させようというふうに思っているのは、多分きっと彼らも勘違いしてるんじゃないかなと思うんですね。
と自民党の人たちは、この秘密保護法が成立したら自分たちは情報を手に入れることができるというふうに勘違いしてるんだと思うんです。実はこれは官僚があくまでも情報を握って国民にも政治家にも誰にも知らせない、そういう私は法律になっているんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自民党の方もですね、ちょっと目を覚まして、本当に自分たちはこの法律を使いこなせることができるのか、全部官僚の思う通りになってしまうんじゃないかということに早く気がついて、私たちと一緒にですね、もうぜひ廃案に、廃案を選んでほしいというふうに思います。ありがとうございました。では次に名前がちょっとこれ漏れてて申し訳ない、制服工場委員会の橋本美香さんです。お願いします。はい、制服工場委員会という社会派と最近は呼ばれたりしてるんですが、アイドルグループの会長をしています橋本美香と言います。この、水俣の問題にしてもそうなんですけれども、もちろん原発問題にしても後からこう情報が出てくる、でその時に取ってきた政府の対応っていうのはやっぱり間違ってるものがすごく多かったと思っています。で今のこの秘密法案にしても国会の中でだけ何か起きている問題として、なんか国民の中にも問題意識を持っている方っていうのは本当にごく一部の方々のような気がしていて、で原発の問題もだんだん反対している声も少なくなってきていることを危惧しているんですけれども、やはり今国民が一人一人こういった法案が成立させられようとしていることを、知ろうとすること、そしてとても怖いものだよってことを知って声を上げやっていくっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思っています。で私は歌を作って歌ってメッセージを届けているわけですけれども、一人でも多くの方がこの情報を共有していって廃案に持っていくことが必要だと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。では前衆議院議員の宮城由紀子さん、お願いします。皆様こんにちは。生活の党の前衆議院議員宮城由紀子でございます。本日は一参加者として伺ったつもりなんですけれども、このようにお話しする機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。毎日福島さんとはお会いしているような気がいたしますけれども、本当にですね、原発の問題と TPP の問題、当初は特定秘密にならないと言われておりました。しかしながらも警備に関わる部分は原発においても特定秘密になると、そうしますと私と福島さんは何かとね、いろんなところに強引に国政調査権と言って出かけていったわけでございますけれども、大井原発など私たちがやった行動、あれはやはり中に入っているわけですから警備に関わると言われてしまえば、ああいった国政調査権というのも おそらく禁じられるだろうと私は思っております。原発の敷地内に入ることも含まれてきてしまうのではないかというふうに思っております。TPP は2点3点しておりまして、特定秘密に入るだろう入らないだろう、結局のところその他36箇所というところで、全てのものが含まれてくる、そのような恐れがある、大変これは天下の悪法だというふうに思っております。このことに関しましては参議院選挙、これだけ重要な法案が参議院選挙の争点にもなっていませんでした。参議院選挙終わってからこの法案が出てきて、そしてこれだけのスピードで閣議決定、そして提出、そして採決通してしまおうという勢いであるわけでございます。なぜなのか、これやましいからなんじゃないかというふうに思います。一日一日反対者が増えております。当初は7割の方々がこの法案について知らない、もしくはよく知らないと答えていたわけでございます。今反対の方が大変多くなって、賛成逆転をいたしました。知れば知るほど反対者が多くなる、そういった大変危険な法案、これは指定のルール、解除のルール、そういったことを含めて、公開ルールもそうですよね。日本というのは情報公開への道へ進んでいたはずなんです。それがなぜか逆の方向に、衆議院選挙、そして参議院選挙を経て、なぜか逆の方向へと今戻ってきてしまっているわけでございます。本当に残念なことです。
情報公開をして国民の皆様に知っていただく、そういった政治を行っていくはずでございました。その日本が今全く逆の、まるで戦争に戻ったかのような状況となっているわけでございます。これ絶対に廃案にしなければいけない法案だと思っております。私は今国会の外からこの法案の危険性を大きな声を上げて皆様にお知らせして頑張っていきたいと思っております。お話の機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。会場からも発言したいという方はいらっしゃるかもしれないんですが、記者会見なのでまず質疑質問ある記者の皆さん、どなたにということあるいは何かおっしゃって、ぜひ質問してください。よろしくお願いします。あ、どうぞ。はい、すみません、東京新聞の上でお願いします。すみません、東京新聞の上野と申します。福島先生がいいと思うんですけれども、今回女性たちは反対するということで女性の枠組みに集まっていらっしゃいますけれども、女性で今回集まったということの意義みたいなものがもしあればということ、それから今後の活動の見通しということで、女性であるということも含めての今後の活動へ向けてどういうことを想定なさっているかもしあればお願いいたします。はい、ありがとうございます。あっちでもこっちでもやっぱりこう反対の声が上がった方がいいと思ったの でとりわけ女性たちで反原発を関わっている人も多いので、女性たちでやっぱり元気よく記者会見をして、男性にもだけれど女性たちにメッセージを伝えたい、一言じゃなくてとりわけ反原発や、TPP 問題だって言ってる人たちがやっぱり秘密保護法の問題点に気づいてほしいっていうので女性たちでアピールをしました。でこれは急遽だったので、ただ見ていただければ分かるように、今日出席できませんかって言った皆さんたちは民主党の議員さんも含めて賛同者で続々皆さんそれはもちろん今日はいけないけど頑張ってくださいっていう方だったので、もしコンセンサスが取れれば第2弾第3弾とかもうどんどんのろしを上げていきたいというふうに思っています。はい、どうぞマイク。ザ・プレスジャパンの桜井真由と申します。福島議員に質問なんですが、泉和夫さんが、生きていらっしゃったらこの法案に対してどういうふうにお考えだったかなっていうのを実は回答弁護士にも4日までお聞きしたんですが、福島議員にもちょっとお伺いしたいと思っています。でもう一点は今回 の法案に対する NHK の態度ですね。意図的なのかどうかわからないんですが、ツイッター上でですね、意図的に国会中継、本会議を中継しなかったんじゃないかとかっていろいろ噂が流れているんですが、人事を含めて実は弁護士の方も実はお話を伺いたいと思っています。以上にてお願いします。泉和夫さんという弁護士がいて、ものすごく東電 の記者会見をずっと見て、それをずっと本当にみんなに問題提起をしていた弁護士が仲間なんですが、癌で亡くなってしまったのが1年以上前です。だからそれはよく弁護士仲間や市民運動仲間と話すんですが、泉さんが生きていたらもっとずっと早くこの問題一緒にもっともっと取り組めたのにと思いますので、泉さんの思いも危機に生かして、彼は民主主義とそれから情報とメディアと、法律ということにすごくそういうところで活動してた人なの で、ご存知西山武一さん の情報不開示、例の密約の問題についての代理人でもあったので、ものすごくタッグ組んでやれたのにとすごく残念です。でもその分頑張ろうというふうに思っています。で個別のメディアについてはちょっとわからないんですが、ご存知衆議院の NSC でやった時に2時間だけ確か総理入りでテレビ中継やったんです。で参議院は特別委員会を NSC でやっているし、衆議院は今特別この秘密保護法案議論中なんですが、やっぱり総理は明日からかな、
飛行機に乗ってまた外国に行くんですが、やっぱり総理はやっぱりこういう重要な法案であったらやっぱりもっともっと国会に出てきて、もっともっとこのことについて答弁すべきだと、私たちは総理が出てきて、しかもこんな重要だからテレビ中継をしろということを要求しています。もっともっとこれが実現して、多くの皆さんがあこれ問題だと思ってもらえるようにテレビ中継ぜひよろしく、あというかそれはNHK の問題というのは国会の中の問題なんですが、総理出席そしてテレビ中継っていうのを強く求めていきたいと思っています。いやそれはちょっとごめんなさい、それはちょっとわからないです、ごめんなさい。確か総理明日から外国行きますよね。そうですよね、あちょっとというふうに聞いておるんですが、ちょっとはい、あと、いらっしゃいますか。どうですか、だから顔見ていて、どうですかいいですか、なんかじゃあ、はい、森さんに対してなんか働きかけとかできないですか、女性って言ったり、あの方もともと福島の方でも結構なんかやってたんですよね。森さんに働きかけができないのかという質問なんですが、実は福島県議会はスピーディーが出なかったことに、すぐ出なかったことに関して、で危険な方向に避難したことに関して、秘密保護法慎重決議を出しているんです。これからいろんな自治体で慎重あるいは反対決議がもっと出ればいいんですが、ですから、まあ、働きかけというか、まあ、国会論戦でしっかりやっていきたいと思っています。でもご存知、自民党の議員さんの中にはやっぱり問題あると思ってらっしゃる人もいるので、もっと私たちは他党に対しては修正じゃなくて、とことんやっぱり修正ごときで問題の解決がしないから、とことん反対で頑張ろうよって働きかけると同時に、とりわけ自民党の議員さんの中にももっと働きかける、1987年、大森大島さんや谷垣さんや村上さんや皆さん、スパイ防止法反対の声明を出していらっしゃるので、やっぱり自由と民主主義の政党であると、もし自民党がすれば頑張ろうということを働きかけたいと思っています。地元福島からの情報なんですが、首相がオリンピックで 0.3 平米以内はそのコントロールされていると言い切った後に、安倍首相が行ってお魚を食べましたよね。あの時に森さんが一緒にくっついて行っていて、地元の方に言わせると今までどこにも来なかったと、で安倍と一緒に来てニコニコして帰ったということを聞いていて、非常に地元の方は地元選出の議員なのに本当にがっかりしてました。でも、あらゆるところに働きかけはしていきます。他に質問等ありますか。すみません、ちょっとだけこれ冷房消していただけますか。すみません、ね、ちょっと寒いので。すみません、市民の立場ちょっといい、はい、どうぞ、はい、どうぞ。マスコミもねいるので、ぜひちょっと見たいと思うんですけども、私は 3.1 埼玉県から来ました星川と言います。3.11 から2年8ヶ月経って、私は今戦争状態だと思うんですね、日本は。だからそれにふさわしい法律案を出してきたんだというふうに解釈せざるを得ないんですけども、だって安倍政権が公約にあるものを全然やらずに、ないものをどんどん進めていて、国民が知らないうちに通過するような形になるというのは、私はマスコミにも大きな責任があると思います。戦争中に、じゃなくて占領を進駐といい、終戦、敗戦を終戦といいね、大本営発表を鵜呑みにして、とにかく南方でもどこでも勝っている勝っていると騒いだのは、それを読んだそれしか情報源がなかった国民を騙した責任っていうのは非常にマスコミにあったと思うので、マスコミがなぜ反対なのか、私は東京新聞の読者なので、東京新聞しか読んでないともう盛り上がってるんじゃないかっていうすごく誤解しちゃうんですけれども、全然そうじゃない。テレビには全く出てこない、こういう状態でですね、私は国民がもっとなんていうかな、アクションを起こさなければダメだというふうに思うんです。
ですけれども、まず戦争状態だなってすっごくね、こんな不自由な世の中になぜ70年近く経ってなってしまうのかね、本当に悔しい思いでいます。一番憲法9条に守られて安心していたのは自衛隊だと思うんですよね。それでその福島助けたりとかお友達作戦だとかって言ってなんとなくいい人みたいな風になってきていますけれども、実は一番憲法が9条がなくなって戦争をしなければいけなくなる30万人の自衛隊の人も反対した方がいいんじゃないかなっていうふうにすごく思いますし、今街頭でシールでね、いろいろと賛成ですか反対ですかっていうのをやっている、大体反対の人の方が多いわけですけども、そんなようなこともね、ちょっとこう露出しないとマスコミ取り上げないので、なんかこう街に出てなんかした方がいいっていうふうに思います。市民もね頑張らなければいけないと思います。ありがとうございます。先ほどの東京新聞の上野さんの答えにもはなると思うんですが、こういうふうに女性たちで記者会見して声を上げることで、多くの人がなんか人事じゃないっていうか身近に感じてもらえたら、秘密保護法って決して公務員だけの話ではなくて本当に市民の問題、あなたと私の問題なので、それのこう身近さが伝われば人事じゃない秘密保護法みたいな、そういうアピールになればというふうに思っています。じゃ他の方で質問やありますか。はい、こんにちは、アミと申します。すいません、いろんな集会に参加して、やかいものになってるかもしれません。でも私がいろんなところで現場で目撃して経験している件に関しては、秘密保護法の反対と同時に現場のこと、現実のことをもっともっとたくさんの人たちが知っていただきたいなと本当に切に思ってます。皆さん現実では、あと携帯とかメールとかインターネットとかもう全部監視されてます。ただ騙されたことさえ気づかずに皆さん騙されたり利用されてるだけなんです。例えば私が経験したことは、公衆電話で110番したら、それは別のところに転送されて、そこで成りすまししたり、もみ消したり、それを現実に行ってます。だって110番なんですよ。それも行ってます。それと携帯に表示されている電話番号、いくらでも操作できます。で、日本から海外に電話しても、それも番号もいくらでも操作できます。例えばアメリカに日本から電話したとしても、アメリカの人には日本の電話番号じゃなくてアメリカの電話番号を表示させることもできます。また通帳とかカードとか暗証番号なくても他人の口座からお金を出したり、それもできます。でそういうことで国の方では全国民の情報を全部知ってて、全部いじられて、そういうことをしてるんですけど、その代わりに公務員とかそういう組織の情報は全部秘密にしたら、本当にそれこそそれこそ独裁国家、犯罪国家になります。でその方法としてはいつもいろんな集会見てるんですけど、特定の方だけがいつも集まってるんですよね。だからそれをもうちょっと広げてほしいなと思うんですけど、その地域別にチラシを個別に入れたりとか、それはできないでしょうか。運動をまた広げていくっていうのをまた大いに、さっき話がありましたが、やっていきたいと思っています。では、そしたらですね、大体1時間ぐらい目途だったので、なんかあるいは来てくださった皆さん言い残したこととか特にないですか。さっきつばね原則の日弁連会長声明に関して、藤原真由美弁護士が話してくださいましたが、ちょっと資料でアーティクル19、アーティクル19って書いてあるのは、イギリスの大きな、アムネスティのような大きな NGO の団体です。国際人権規約 B 規約の19条、表現の自由に関する大きな、由緒あるというか有名な NGO なんですが、そこが日本の秘密保護法案について、批判をしている世界の NGO がというかイギリスの NGO が批判をしているもので、ぜひ見てください。また自由人権協会が
日本の JCLU が秘密保護法についての意見書を出しています。でもちろんいろんな民放連や新聞協会やペンクラブやいろんなところもたくさん出していますので、まあ、そういうのもぜひ見てください。でもこれからはやっぱり国際水準に秘密保護法は反していると、その修正で問題は解決しないと白紙撤回せよというような世論をまた作っていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。どうしても今日ここで一言話したいという方いらっしゃればよろしいですか。あ、どうぞ。千葉の柏から来た若いと思いますけれども、インターネット中継で委員会を見ているんですけれども、大体答えるのは、官僚か森大臣なんですが、この間一昨日だったかに共産党中峰議員の方から質問が出て、森議員の立場というのはどういうものかっていうことを問われたときに、内閣情報調査室に対する権限は森大臣にはないというふうに森大臣自身が答えてらして、でその権限は誰にあるかということだと菅官房長にあると言っているにもかかわらず、ほとんど菅官房長委員会に出てらっしゃらないんですよね。で答弁がどこまで有効なのかというのはすごく疑問に思われたんですけれども、そこのところは委員会衆議院も参議院も委員会に菅官房、まあ、お忙しいんでしょうけれども、やっぱりこんな大切な法律なのでちゃんと管轄の権限のある大臣が出てくるように要望っていうのはもうちょっと強くできないものなんでしょうか。はい、要求するということで言えば官房長官はマストで出なくちゃいけないし、外交防衛森さん外交防衛 外務大臣防衛大臣森さんも出なければいけないと。でもしかしたらその官房長官は出なくちゃいけないんですが、官房長官は午前と午後記者会見をするので、その時だけはいないっていうことにいないんですよ。でそれにその時は例えば与党が質問をして官房長官にはしない質問をするとかというふうにしていて、ちょっとごめんなさい、私は参議院の特別委員会のメンバーではあるのでそのことは分かるんですが、衆議院はすみません、ちょっとまだ分からないんですが、それはおそらく官房長官は午前と午後の記者会見のある時間帯だけ決まってるんですが不在なんです。だからそれはちょっと調べてみますが、官房長官が国会の約束ごとで、記者会見の時席を外すっていうのは、まあ、了解してるんですよね。だからいなかったのはそれが理由かもしれませんし、そうでなく一度も出てない。じゃあそしたらですね、ごめんなさい、それはちょっと調べてみますが、官房長官はやっぱり出なければならない、官房長官と森大臣と外務大臣と防衛大臣は出なければならないというふうに思っています。それはやっぱりおかしいと思いますし、まあ、森さんが なぜ担当大臣で答弁してどんな責任を果たして負えるのかということも実はおかしいかもしれませんし、またちょっと今日だって出たいなし、ちょっと参議院と衆議院の様子がちょっとあまりちょっと感度が悪くてすいませんが、しっかりフォローしていきたいというふうに思います。はい、はい、では今日来てくださった全ての皆さん、そして NHK も含めて今日は来てくださって、たくさんのメディアの方も来てくださって本当にありがとうございました。そしてお忙しい中、急遽の呼びかけであるにもかかわらずこの記者会見に来てくださった発言者の皆さんと、今日来てくださった全ての皆さんに心から感謝をいたします。どうもこの廃案に向けて頑張っていきましょう。ありがとうございます。情報をさっきみたいに共有してしっかり頑張っていきますし、国会の内外で力を合わせましょう。よろしくお願いします。でまたいい女たちで良くなくてもいいんですが、またガンガンやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ごめんね、なんか集団写真を撮りましょう。ごめんね、そんなこと。いやいやいや、じゃあちょっと予定。はい。坊主。
また。ありがとうございました。